アライグマ海中とは、アライグマを宿主とする海中の一種。成虫は円筒型で、長さがオスで9から11センチメートル、メスでは20から22センチメートルに至り、アライグマの象徴に寄生する。人間に感染した場合には、脳に達して、急性障害を発生させて死に至らしめる。1日あたり10万個を超える膨大な卵を産むことで、知られ、 飼育環境下で発生した場合の周辺環境、特に人体への影響は大きい。アメリカ合衆国では1981年以降に12例の発症が報告され、うち3名が死亡している。発生例自体が希少であるため、眼下されている可能性がある。日本では発症例、野生アライグマからの検出例ともには報告されたことはない。 アライグマに関して言えば、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により輸入、飼育が制限されており、アライグマが原因となる拡大は懸念される状況にはないが、飼育されているウサギから発見されたこともあり、アライグマ以外での動物においての発生状況及び輸入個体のチェックが必要になると考えられている。ありがとうございます。